はい、こんにちは。ザ・ゲームギャーチャンネルのハルキ99でーす。今日ね、こちら、ブラス・ランカチャーですね。もうすでにね、レビューの方でお届けしているこのゲームなんですが、中のですね、私がご紹介するところで、ちょっとね、全然違う部分をね、喋ってしまってる部分がありましたので、今日はね、そのあたりの修正のね、ご紹介したいと思いまーす。はい、こちらですね、ブラスの個人ボードの方と、まあね、プレイヤーのボード出してますけども、前に私ちょっとね、ご紹介した時、実はね、ちょっと間違えていて、こちらの2列が、ここが石炭が出て鉄が出ますよ。つまり、ここのところをバーに出すことができれば、それに対応した、まあ石炭が出る。もちろんね、鉄だったら鉄が出る。なんていう話をしたと思うんですけど、もちろんね、建築制限はありますよ。あるんですけど、出るという話をしたと思うんですけども、こいつらの上がそれぞれなくなれば、それぞれ裏返しになって、こっちの勝利点と、こっちの、これ収入力上昇ですね。この二つが得ることができると。こういう話をしましたね。こっちのところがね、要は素材を出す部分なんですね。で、こっちのところが実は間違えていて、これはランカシャーの方は出荷できるのは工場しかないんですね。で、この工場を出荷するのに私この船と港、これを使えますよと言ったんですけど、実はこれ私が間違えていて、もう勘違いしてまして、この組み合わせだけなんですね。工場はね、港だけしか使えないんですね。谷の港でももちろんいいんですけど、なので、こういった工場があって、港、このね、怒りマークの港がついていれば、これを裏返した時に港も使えると。こういう仕掛けになってて、船はね、ごめんなさい、私が間違えてて、船は出荷には使えませんでした。出荷にはね、この、行ってこいアイコンがいるんですね。このね、矢印の。これがないと使えませんということでした。で、こちらのね、下の方に、ここのところが書いてます。ここにも矢印ありますね。こういうのを使うと、本来ここにあるような海外の石炭マーケットですね。外から売ったり買ったりするとか、ここのところに輸出するなんていうのは、この辺にもあったりしますけども、行ってこいアイコンの矢印がついてるボードに、こういうのが繋がってたり、建物が繋がってたら、外ともやり取りできるんですけども、自分のタイルの中で関係しようとするときは、この工場と港の組み合わせ。この港はね、他人でもいいですよ。その代わり他人の裏返しだったら、他人の勝利ポイントとね、収入が上がっちゃいますけども、この組み合わせだけになっていました。ここがね、前だいぶ間違えたんですね。で、船は、最初の2枚は開発しないと乗けられませんよってのあってますけど、じゃあ船は何なんだっていう、これ何でもなくて、ここ船置けるとこなんですけど、置いた瞬間にもう裏で置いちゃうんですね。ドーンと。つまり、即時勝利ポイントと収入力アップが、もうここで確定するんですね。こういうものでありました。だからもう船を作ったら、その代わり作るコストね、べらぼん高いんですけど、作ったら即裏返しにすると。私前はね、間違えて、この工場と出荷できるのは港か船ですよとお伝えしたんですけども、出荷できるのはあくまでこの港とね、組み合わせだけで、船は置ければね、置いた瞬間から裏返しますというのは正しい運用でございました。はい、というわけでですね、ブラスランカシャーのですね、ルール修正のね、ご説明の動画をお送りいたしました。まあ大体でもね、気をつけてですね、マニュアル最初確認してからね、ご紹介するようにしてるんですけども、途中でどうも頭の中でね、こんがらがっちゃったようで、肝心のね、この辺も出荷する部分と生産のね、元々の原材料を出す部分ね、2系統しかありませんけどね、その中の一つがね、間違えてまして大変失礼いたしました。実際にね、プレイする時にはですね、この正しいルールの方と、最終的にね、プレイする際にはですね、マニュアルの方をね、合わせてご確認してプレイいただければなというふうに思います。はい、というわけで今回はですね、ブラスランカシャーのですね、レビューでね、ルールを間違えてご説明した点の修正動画でございました。ザ・ゲームギャーチャンネルのハル99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギャーチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギャーチャンネルのハル99でした。